内装がね、チープすぎます。サイドブレーキトラックみたいな内装板金がね、薄い 0.02mm かっていうぐらい薄い。断熱がヘボい。さあ、6つ目いってみたいと思います。あー、これもね、ちょっとひどい。内装がね、チープすぎます。一番ね、驚くのはね、リアエアコンのスイッチとかさ、リアヒーターのスイッチね、こう頭の上のこの辺にさ、ガチャン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 っていう、ってテレビだってさ、もう今ガチャンガチャンガチャンっていうテレビもうないでしょ。みんなリモコンでしょ。この時代にね、エアコンのスイッチがね、ガチャンガチャンガチャンっていうレバー式だったりとかね、昭和かっていうぐらいね、もうほんとね、その内装がチープ、それから一つ一つ細かいところを見てもね、すごくね、作りがチープなんですよ。これがね、すごく残念だなと思うんですけれども、ところが日本一ね、車内のこう内装グッズが豊富なのもハイエースの特徴というか魅力だと思うんですよね。なんでね、ありとあらゆるところに、車外製のパーツが、それからインテリアパーツがいっぱい出てるので個性が出せるんです。誰かんちと同じじゃない、もう私だけのマイエースが、もう内装一つから作れます。それこそさ、木を張ったりする人もいればさ、もうね、おしゃれなね、カーテンをつけたりとかさ、まあ、いろいろカスタムがね、自由度が高いので、本当オンリーワンのハイエースを作れるのも内装がチープなおかげかなと思ってます。結果的にはね、それもメリットになっちゃう。自分だけの車が作れる、これやっぱいいんじゃないかなと思いますよ。7つ目、サイドブレーキのトラックみたい。今のさ、アルファードなんてさ、パーキング入れるとさ、自動でサイドブレーキが下がって、当然ドライブに入れると自動で戻るみたいな、こんなご時世に車のこの辺にさ、レバーがあってさ、ギューって引くの。その時ギギギギギギってトラックと同じ仕組みのブレーキなの、未だに令和3年なのに。リリースもくるっと半回転させて押すみたいなね、昭和感っていうね。これがね、なんだろう、ダサい、ものすごくダサい。これもしもだけど、デートに使おうってなった時、初めてのデート、初めてのドライブに女の子乗せるのに、さっきも言ったけどさ、まず乗り降りがものすごいしにくいのに、さらにサイドブレーキギギギギってトラックみたいにして引くのを見せたら、やだこの車ダサいって思われて振られちゃうかもしれない。これがね、なんかもうちょっとさ、なんかレバー式にする、せめてね、レバー式にするとか、なんかポチッとボタンを押すとさ、自動でサイドブレーキかかりますみたいにしてくれりゃいいのになって思います。ところがハイエースって2004年の、登場以来ほぼ変わらない、もう完成し尽くされた状態で、この十何年間全くフルモデルチェンジをしないで、今の現行車まで来てる車なんだよね。そこもね、実はね、完成され尽くしてんの。もうね、一周回ってギギギギトラックみたいな、この動作がかっこいい、クラシック、悪くない。なんでそれ。はい、じゃあ次行きましょう。8つ目ね。あ、これもね、ちょっとね、問題。外装板金がね、薄い。だからね、ぶつけるとね、すぐ凹んじゃう。もう薄い。0.02mm かっていうぐらい薄い。だからね、当然だけど、遮音性も低すぎてさ、ロードノイズっていうのを運転してる時のさ、音もうるせえし、なんで、デッドニングとかさ、音にこだわりたい人たちとかっていうのはね、そういうまたね、別途カスタムが必要になっちゃうんだよね。そのまんまだと、いいさ、オーディオスピーカーとかをつけても、外のノイズがね、ガンガン入ってきちゃうから、あんまりその、いい環境が作れないために、さらにこう、遮音対策みたいなのまでしなきゃいけないのも、買った時点でいい状況でないっていうね、これもどうなのって僕は思うわけですよ。だけど、ぶつけるとさ、すぐへこんじゃうっていうのが分かってから、すごいやっぱね、またまた運転が丁寧になります。もうね、慎重になりますね。それからオーディオにね、こだわらない。もううるさいから、そもそもなね、いい音を聞こうなんて思わない。そんなことはないわ。それからね、大きな声で話ができるようになりますね。いつもこうなんかね、喋るときボソ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 っていう喋るような人でも、どうしても声を届けたいから、腹からね、声を出せるようになります。はっはっつってね、すごくね、太くていい声が出せるようになります。メリットかなこれ。さあ次、第9、断熱がヘボい。断熱がヘボい。だからね、夏は暑いし、
冬は寒い。というので、今ハイエース乗りの人たちはみんな内側にね、断熱を入れるっていう DIY ありますよね。実際ね、やった方がいいです。もうやっぱりそのしょっぽいので、デフォルトの断熱が。僕はね、黒いハイエース乗ってるせいか、やっぱ夏ね、すごく暑いなって思うんですよね。それからまあ冬も、冬の車中泊をやる人は結構ね、冷気がね入ってきちゃうので断熱した方がいいと思うんですよ。それぐらいね断熱がヘボい。だけどまず夏はねたっぷり汗をかけるのでダイエット効果があります。運転しててクーラーマックスで効かせてても汗をかく。いやもう素晴らしい。それからね冬はね人肌が恋しくなるのでちょっとね最近仲がちょっと悪い奥さんと車中泊をしてもくっつきたくなる。くっついたらちょっとね、お互いにポってなってね、昔の恋人時代の気持ちに戻れたりとかね、そういう効果もあります。なので、寒いからこそのメリットもあるから、断熱へぼくてちょうどいいかも。むしろちょっと寒いぐらいがいい。寒いからくっついてもいいなんてね、奥様が20年ぶりぐらいに言ってきたら、ちょっとさ、おいいよってなってさ、そして、むふ、になれるかもしれないじゃないですか。なんで、いいの。断熱なんかへぼくていいの。さあ、最後に10個目ですね。最後10個目、紹介しましょう。これはね、何かっていうと、ドアが薄すぎる。相模オリジナルかってぐらい薄い。だからね、閉める、ドアを閉める時のさ、音がさ、安っぽいのよ。わかる？薄いって、もう、岡本っていうぐらい薄い。いわゆるさ、高級会社とかのさ、もう、ドゥーン、重厚感、高級感のあるドアを閉める音ってあるじゃない？バターンっていう。もう違うの、ハイエースって。ガシャン、バシャン、パリンパリンってなっちゃうんじゃないかってぐらいね、この薄っぺらい、あの会社のあいつみたいな感じ。誰やねん。なんか安っぽいんだよね、とにかく。チープな音がすんね。これがね、ちょっとね、俺好きじゃねえなーっていうところなんですけども、だけど、その分ね、車内空間がまあギリギリまで広く確保されてるんですよ。だから僕のワイドなんてめっちゃね妻が遠いの。もうねちょうどいい夫婦のディスタンス。近すぎず離れすぎずみたいなね。アメ車に乗ってるぐらいの感覚で助手席との距離感がある。それぐらい車内をね広く取れるのでドアが薄い分室内空間を確保できてるっていうねそういうメリットもありますので、だったら、ドアの音がちょっとね薄い岡本ぐらい薄くてもまあそこも許容できるかなってね思います。ではね最後結論に行きたいと思いますけども、選ぶべきではない10個のね理由っていうのをご紹介しましたけれども、まあね、よっぽどアウトドア系のライフスタイルか、例えばね、キャンプ大好き、それからサーフィンやります、スノーボードやります、みたいなライフスタイルの人、それから車中泊をより快適にしたい、DIY とかね、オリジナルパーツで自分だけのハイエースを作りたいとか、ハイエースでなきゃ実現できないような目的がなかったら、僕はね、断然ハイエースはおすすめしないです。一番最初に見た通り、アルファードとか、それからセレナ、ボクシーみたいなね、ミニバンのすごいグレードのいいやつにした方がいい。あれだって車中泊できないわけじゃない。ちょっと手狭だけども、やろうと思えば快適にできるから、それよりも普段使いの方が圧倒的に多いんだったら、その普段使いに一番快適な車を選ぶべきじゃないかなっていうふうには思います。その代わり、ドレスアップね、カスタムパーツがもう日本一豊富な車であるので、とにかく、唯一無二。自分だけのハイエース、マイエースをね、作り込むこともできるし、そもそも、積載量っていうのがもう半端ない。それこそセレナやボクシーなんかではもう絶対に叶わないぐらいの空間をね、持ってるので、常設ベッドを後ろ側に作ったって、全然こう荷物を乗せられるぐらいの許容量を持っているっていうところで、キャンプ道具とかね、それから遊び道具をね、もう死ぬほど積むことができる。もう好きなだけ積むことができる。もうそれこそがハイエースの魅力なんですよね。とにかく巨大な積載量、それと車内空間ね。もうこれだけでもハイエースを選ぶべき。ハイエースでなきゃっていう大きな魅力です。ハイエースでないとできない旅のスタイルっていうのがあると思います。そして家族の車旅の思い出を作るなら断然ハイエースがおすすめです。というわけで今日はこの辺でバイ。
Dude, that father is 10 men permed.